パナギオティス・ヨティポ・ポリゾアキスは、ドイツ出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、カビダ・ローレンツ。2016から2017シーズンより、登録名を、愛称のヨティに変更した。2015年アンドラ・オープン優勝。チェコ人の母とギリシャ人の父を持ち、ドイツで生まれ育った。2000年に、9歳年上のおばのスケートの練習に、 ついていったことをきっかけにスケートを始めた。シングルスケーターとして、ミハイル・フースの下で練習し、2014から2015シーズンまで競技会に出場した。2015年の春に、カビタ・ローレンツとカップルを結成し、アイスダンスに転向した。二人は、お互いがシングルで競技していた頃、同じコーチの下で練習していた。2015から2016シーズン。 アンドラオープンで国際大会初優勝。ドイツ選手権でも初優勝した。世界選手権では初出場ながら17位の成績を残した。2016年4月にプライベートな理由で解散するも2ヶ月後に再結成を発表した。2016から2017シーズン終了後、コーチをマリナ・ズエワに変更した。2017から2018シーズン。 ピョンチャンオリンピック最終予選のネーベルホールンハイで銅メダルを獲得し、ドイツの出場枠を手にした。ドイツ選手権は3連覇を達成。欧州選手権は体調不良を理由に棄権した。ピョンチャンオリンピックでは16位。世界選手権でも自己最高の16位を記録した。2018年5月10日、ローレンツが引退を発表し、カップルは解散となった。詳細。 ありがとうございます。